皆さんこんにちは、武田塾教務の高田です。今回は山口県山口駅にある武田塾山口校にやってきました。それでは教室の方へ行ってみたいと思います。というわけで山口校の教室の前まで来ました。では早速中に入ってみたいと思います。こんにちは。山口校の田中先生、今日は山口校のことをいろいろ教えてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは武田塾山口校の田中先生にいろいろ話を聞いていきたいと思います。はい、じゃあまず田中先生、簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、私はもともと理科の高校の先生を目指しておりまして、教員免許を取得して先生やろうと思っていたんですけれども、そこで武田塾の勉強方法にたまたま出会いまして、で授業じゃなくて自学自習の方が成績はこれは伸びるなと思いまして、それで武田塾とお仕事させていただいてます。あ、じゃあ高校の理科の先生になろうとしたまさにその瞬間に武田塾の勉強と出会って、あ、高校で教師をやるよりも武田塾で働いた方がこう生徒の役に立てるみたいな、そういうふうに思われたんですね。へえ、面白い経歴ですね。山口校、武田塾山口校ってどんな教室ですか。山口校は山口県の山口市にある校舎なんですけれども、付近の山口市内の学生はもちろんのこと、周南市、宇部市、防府市といった山口県の中で山口市からも離れた地域からも1時間半とか電車かけて生徒が集まってくれる校舎になってます。田中先生が思 こう山口校をこんな教室にしていきたいみたい なんかそういうビジョンみたいなのがあったりするんですか。まあ、山口校もちろん武田塾の勉強方法で、生徒それぞれの志望校合格はもちろんなんですけれども、武田塾の勉強方法である、ゴール 目標に対して逆算して一つ一つ積み重ねて勉強を進めていく、この考え方をちゃんと得得していただいて、その後の大学生活や社会に出てからでも役立つ力をここで身につけてほしい、そんな校舎にしたいと思ってます。田中先生、結構生徒にしたいとかするんですね。そうですね。受験がゴールじゃないぞと、あの胸に染みますね。実際に指導する武田塾山口校の先生たちってどんな先生なんですか。はい、今校舎には近隣の山口大学の講師、理系の講師がとても多く在籍しております。あ、じゃあ田中先生も、まあ、理科の先生をもともと目指されてたっていうのもありますし、結構理系に強い教室なんですね、山口校自体が。そうですね、はい、まあ、今でいうと医学部であったり獣医学部、はい、理学部の先生が揃っていて、また文系の先生ももちろん在籍しております。あとはどの講師にも共通するんですけれども、はいはい、受験の中で苦手科目をどう克服したか、辛い時にどうやって自分が頑張ってきたのか、そんな経験値が豊富な先生が揃っているので、生徒の親身になって相談に乗ってそれぞれの勉強、生徒のためになるようなことを一生懸命考えてくれる先生が今たくさんいますね。すごいですね。では武田塾山口校に通う生徒で、はい、こんだけ成績伸びたぞみたいな、そういうエピソードとかってあったりしますか。春に入塾してから数ヶ月で、もともと英語で偏差値50だった生徒が、まあ、模試で毎回60を超えてくるように成績を伸ばしている子もいれば、もともと2時間ぐらいしか頑張っても勉強集中できないという子も8時間1日頑張れるようになったり、苦手科目を克服したり、まあ、入塾してくれた生徒全員が成績を伸ばしてます。へー、あ、すごいですね。あ、じゃあもう本当みんな成績伸びてるんですね。はい、あ、いい教室ですね。武田塾山口校に通う生徒さん、教室通ってどうだったのかとか詳しくお話聞きたいなと思うんで、お話とか聞いても大丈夫ですか。はい、大丈夫です。武田塾山口校に通う前って成績ってどんな感じでしたか。高2の最初の頃は、模試で自分の学年200人いるんですけど、だいたい180位から190位とかそのぐらいでした。あ、そうだったんですね。わかりました。成績ってどう変わりましたか。今学年で200人中5位か6位ぐらいまでが伸びました。ということは170人ぐらいをぶわーって抜かしてぐらいですね。はい、すごいですね。今実際勉強に手応えとか感じてますか。はい、なんか
今までは全然分からなかったことがだんだんやっていくうちに分かるようになって、なんか応用問題もだいぶ解けるようになったので、そこがすごく嬉しかったです。塾通う前と武田塾山口校に通った後で、なんかこう勉強のやり方って変わりましたか？そもそも高1と高2の最初までは全く勉強してなくて、学校でしか勉強してなかったので、家で勉強するっていう習慣がそもそも身についたのが自分にとっては大きな成果かなと思います。なるほど。武田塾に入って自学自習の習慣がついた、はい、そうですね。それって何でだと思いますか？やっぱ参考書を使ってるので、なんか自分のペースで進められるし、なんかいつでも復習ができるので、そこが対面授業とは違ういいところなのかなって思いました。ちなみに今なんかこう模試とかも受けられてると思うんですけど、はい、なんか志望校の判定とかってどんな感じですか？熊本大学が第一志望なんですけど、だいたいそこが B と C をうろうろしてる感じで、で第二志望西南学院大学が C 判定か B 判定ぐらいですね。それって多分一番最初だと届かなかった大学なんですよね、多分。ですね。最初書いた時はもう E 判定の一番下とかそんぐらいだったので、ちょっとびっくりしています。じゃあ確実に合格に今近づいていってるってことですね。はい、そう信じてます。わかりました。田中先生、ここは？はい、ここは特訓スペースといいまして、1週間自学自習をしてきた生徒がテストをしてその成果を発揮して、その後個別指導で完全一対一生徒と講師で指導をする場所になっております。なるほど。ここで普段先生たちが生徒さんを指導するわけですね。はい。ここは？ここは自習室になってます。はい、いや皆さん集中して勉強してますね。はい。自習室はいつからいつまで空いてるんですか？月曜日から土曜日は13時から22時、日曜日は13時から19時で、開講しております。生徒さんであれば、いつ使ってもらっても OK と。はい、大丈夫です。ということですね。わかりました。すごく集中して勉強できそうな環境ですね。はい、ありがとうございます。先生、ここは？はい、ここは受験相談室になっております。塾生との日々の勉強の進め方の面談であったり、塾生でない子でも勉強に対しての不安や悩みある子とここで受験相談を行う場所になっております。田中先生がここで全て疑問とかを全部答えてくれるわけですね。はい。なるほど。じゃあ山口駅の近くに住んでる方とかはもうどしどし来てもらえたら何でも聞いたら答えてくれるんですか？そうですね、はい、まずもう電話で来て、その後実際お会いしてお話ししたいということで来てくださる方も多くいらっしゃいます。なんか志望校ごとのルートがもらえたりとか？はい、差し上げます。ああ、じゃあこれぜひ行った方がいいですね。ぜひ来ていただければと思います。わかりました、ありがとうございます。田中先生、受験生のみんなへ最後にメッセージをお願いします。はい、皆さん、成績は正しい勉強法を知ればぐんと伸びていくことができます。武田塾では正しい勉強法をすべてお話ししていきます。悩みや不安があれば一人で抱え込まず相談しに来てください。志望校合格に向けて一緒に頑張っていきましょう。